この時間は日本対スウェーデン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームはブラジル南東部サンパウロにありますエスタジオシーセロポンペオジートレードで行われます。スウェーデン国歌お聴きいただきます。続いて日本国国歌です。日本はこの試合 4-4-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、この場合のシステムですとサイドバックがどれだけ仕事ができるか、そこが大きな鍵を握ってくると思いますね、はい、サイドから仕掛けてくるタイプのフラット型、トップ下を置いてトライアングルを作る形のダイヤモンド型がありますよね、どちらもサイドバックのオーバーラップが攻撃の大きな武器になりますよね。なるほど、サイドバックの上がりが重要ですね。ただこのシステムの場合はサイドバックは常に走っていないといけないですからね、運動量の負担は半端じゃないですよね。それでいてスピードやクロスの精度、上がるタイミング、判断能力が求められる非常に難しいポジションだと言えますよね、はい、まず前半見ていきましょう。日本対スウェーデン、エキシビションマッチが始まりました。さあ北澤さん、この試合注目すべき選手はいらっしゃいますか？イブラヒモビッチですね。身体能力の高さを生かしたパワフルなプレーには注目ですよね。繊細さを持っているのも特徴で、自分で決めながらも周りを生かすこともできる強さと柔らかさを両面持ってますよね。そうですね、相手にしてみれば当然抑えておくべき選手でしょうね。もう一つ前に行きたい。さあ鎌田、さあどこに出してくる。スウェーデン、ここクリアで難を逃れます。どうだ橋本、さあ左サイドへ長友、左上がっていきます。長友から中島、上げてくる、これはクリア。チャレンジはしません。後ろに流す。イブラヒモビッチ、クリセフスキ、このパス、これはどうだ、来た、シュート、来た、先制、スウェーデン。今のはあっという間に決まってしまいましたね。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。さあスウェーデン、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね、立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね。素晴らしいですね。縦へのボール、イブラヒモビッチへ、
ふわっと裏を狙う。これ仕掛けるか。長友。長友一人で持っていけるか。日本はこの前半の序盤に先制点を奪われてしまった状況です。そうですね、相手は先制できていくらか余裕が出てますからね。リードされている側としてはまず相手に主導権を握らせないことが大事になりますよね。まあ、まだ立ち上がりなんでね、まずは落ち着くことが大事になってきますよね。リンデレフ。スウェーデンは先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね。ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね。まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね。酒井、板倉、遠藤から縦へのボール、裏へのスルーパス、いいボール入りますよ。中島切り込んでいく、中央へ折り返す。日本これは奪シュート。足元からエンドシュート。スウェーデンあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。素早いパスですよね。上がっていきます。いやー、これよく止めましたね。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。日本決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。ルスティグ、ここでファールをもらいます。これはイエローを食らってしまいます。雨でしょうか、ピッチ上雨が降ってきたようですね。ああ、降ってますね。降り始めはボールが走りやすくなるので、コントロールには注意が必要ですよね。仕掛けるか。チャンスを演出できるか。アーチのようなパス、クリア。このピンチをなんとか出します。鎌田、さあカウンタースピードを上げたいところ。ゴミヤスから長いボール縦へ、鎌田プレッシャー、一旦戻します。長いボール縦へ、組み立てながら攻め上がっていく。裏へ出るか。さあ抜けた。リンデレフ。日本としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。ルスティグ、前田、鎌田、いけるか。ルスティグ、ここは一旦バックパス。リンデレフ、ルスティグ、リンデレフ、ルスティグ、さあ左へ預けて、南野、富安へ。日本なかなか敵陣に入れません。
遠藤、ふわっと裏を狙う。セバスティアン・ラーソン、大きく縦へ、富安へ、酒井、遠藤へ、遠藤からのフィードボール、また中央へ、長友、遠藤、長友へ、また中央へ。前半32分を回りました。中島に渡る、これ仕掛けるか、フリーで受ける、さあどうする、これはチャンスだ、カメダー、うるせえ、微妙なところ、どっちになる、いやーこれは外ですよ、いやーかなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。さあいい位置です、決めれば同点に追いつく絶好のチャンスです。まだある、ルスティグ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、長友からのフィードボール、いやーよくこれ守りましたよね、まあいる位置が良かったでしょうけども気迫を感じましたね。板倉、富安、ゆるく狙ったボール、仕掛けるか、抜けてくる、セバスティアン・ラーション、グランクビスト、日本としては前半このまま行くのか、あるいはある程度のリスクを冒して同点を狙いに行くのか、まあこの時間帯はそこの意識をはっきりさせないといけないですよね。まあそれによって後半の立ち上がりのプランも変わってきますからね。クリセフスキ、今日ワンアシストです。日本がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいですよね。長友、つながります、長友へ、40分を過ぎています。遠藤から緩いフィードボール、クリアです。ボールが上がる、リンデル、グランクビスト、セバスティアン・ラーション、クリセフスキ、ルスティグ、クリセフスキ、セバスティアン・ラーション、クリセフスキ、橋本から鎌田、さあここから持っていく、クリセフスキ、セバスティアン・ラーソン、鎌田、日本、そして今前半終了の笛が吹かれました。結果前半1対0、日本前半に先制されハーフタイムを迎えています。できれば前半のうちに追いつきたかったですよね。うまく攻めきれませんでしたしね、後半どれだけ早いうちに自分たちのペースに持っていけるかですよね。
日本対スウェーデン。では引き続き試合をお楽しみください。後半スタートです。日本としてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。イブラヒモビッチ、南野から鎌田、カウンターを仕掛けていきます。前田、ここで前を向けるか、裏のスペースを狙う。ここはすぐ奪い返します。日本、長友、ボールを下げてリズムを作るか、グランクビスト、セバスティアン・ラーション、スルーパスを狙う。いい突破ですね。橋本、遠藤へ、遠藤から鎌田、どうする、鎌田から南野。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。酒井、遠藤、南野へ、橋本、橋本へ、中島、さあどうする、中島からのパス、橋本大事に行きます。遠藤へ、中島、また中央へ、橋本へ、遠藤、橋本へ、イブラヒモビッチ。スウェーデンとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取っているんですよね。なるほど、その意図は何なんでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、うん、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、はい、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択してるんですよね、うん。ここはショート、富安、長いボールを送ります。大きく縦へ、南野、南野から鎌田、これ仕掛けるか、シュート、枠は完璧に捉えていました。日本はこのセカンドハーフの立ち上がりに1点差で追いかける展開となっています。時間的にも余裕があるので確実に追いつきたいところですよね。ここで大事なのは失点しないことですね。後半ですから離されると状況的に一気に厳しくなりますからね。クリセフスキ、ここまでご覧になっていかがですか。北澤さん、日本としては互角にも見えるんですけどもね、まだビハインド、フィニッシュの精度が重要なポイントになってきますよね。リンデル、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。セバスティアン・ラーション、イブラヒモビッチ、抜きに行きます。中は枚数います。上がる、
南野。遠藤。橋本。長友へ。遠藤。前田。勝負のシーン。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。南野、いいプレッシャーです。前田。チャレンジはしません。後ろに流す。ルスティグ。一人で持ち上がっていく。スペースを狙った。スルーパスを出す。シュート。セバスティアン・ラーション。クルセフスキ。さあイブラヒモビッチ。これはどうだ。来た。シュート。スウェーデン追加点。さあさらに点差が開いています。シュートに持っていくための今のファーストタッチ素晴らしかったですね。そうですね。シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。今日2点目のゴールです。さあスウェーデン得点を重ね2対0という展開。スウェーデンとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。橋本。中島へ。サイドを使います。サイドへ。長友。遠藤へ。いけるか。チャンスを演出できるか。スウェーデンここは大きくクリア。危険なシーンでした。縦へのボール。長友。長いボール縦へ。セバスティアン・ラーション。グランクビスト。リンデルフ。リンデルフから緩いフィードボール。ふわっとしたボール。お互いのこう意図が合わないですよね。日本がここで選手を変えるようです。中島から大迫。ミドル。日本絶好のチャンスものにできません。前に行こうという気持ちはもちろんですけどもね、ちょっと慌ててますかね。長いボールを送ります。大迫に渡る。大迫から中島。中島から頭できた。鎌田。お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。サイド崩されましたよね。突破されて
中央守りきれてないですよね今のは。一旦前を取る。激しいボールの奪い合いです。遠藤がこれはファールを取られました。おっと2枚目のカードが出てしまいました。これは退場ということになってしまいます。抗議の姿を見せますがこれはファール、判定は揺るぎません。日本残るは10人となってしまいました。どこに出してくる。メダル川島。もう一度スローインです。スウェーデンがメンバーチェンジをします。大迫、プレスからボールがこぼれる。クルセフスキ抜けるか。さあどうする。サイドのスペースを使います。丁寧に足元を使う。これファール取らないですか。レフリー中島、中島へ、足元から大きく縦へ。足元裏のスペースを狙う。いいボールでしょ。サイドへ味方を走らせますがこれは合いません。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。チャンスになる。シュート来た。追加点スウェーデン。これで3ゴール差になります。アーティスティックなゴール決まりましたね。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。ここからこういう風にシュートを打ったら入るっていう自信たっぷりのシュートだったと思うんですよね。イメージ通りじゃないでしょうかね。素晴らしいハットトリックです。さあスウェーデン3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。酒井、南野へ、南野から鎌田、大迫に渡る。ああ、道ができましたよ。上げてくる、クリア。このピンチをなんとか脱します。試合終了、3対0日本敗れました。その差は3点、力の差を見せつけられてしまいました。さて北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。日本としてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かちぐはぐになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。はい、そうですね。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。
日本が3対0で敗れています。